こんにちは。こんにちは。どうも。やっと会いました。いや、あれね、はい、チャンネルも見てくれてるみたいで、はい、ね。男前やな。いや、ありがとうございます。いくつになったの？今年36になります。俺は引退した年なのか。そうなんですか。うん、でも全然体が元気よな。そうですね。なんかしてるの特別なの？いや、何もしないです。まあ、豊さんからいただいた、ちゃんと走っとけよっていうアドバイスを。ちょっと聞いてない。でも走っとけっていうのは。本当に聞いてないやろ。聞いてます。あれは、ダッシュですか？それとも、ロングですか？これは、はい、短距離もいるけど、はい、やっぱり気持ちがやめようと思う瞬間であるじゃん。ロングが走ってると、はい、8分ぐらいで走ってても。はい、でもそっから1、2歩行くっていう。その心の粘り、そのランニング。なるほど。でも昨日バッティング見せてもらったけど、全く無駄がなくなったね。どうですか？いや、全然いいと思う。大丈夫ですか？うん、いや、だから若手と見比べてて、はい、で、まあ、素人さん今回連れてきてるから、はい、見てもなんて、はい、全くフリーのバッティングって無駄がないでしょうか。そうですねって、みんな分かった、ね。なんか、コツあるの？いや、コツないです。もうずっと、もう勉強しながら。まだ勉強してんの？ずっと勉強してます。でもさ、36になったらさ、こうなったら打てるっていう、形とか、はい、なんか理論みたいな頭に入ってるでしょ？なんとなく。なんとなく。ここに来ればっていうのはありますけど、でもそれが、それすらも、こう、まあ、できなくなってくる時もあるじゃないですか。ちょっと違う。今の自分には合ってないな。それをみんなどうやって打ってるかな。やっぱアレンジしていくの。はい。まあ多少の変化よ。でも去年はさ、勝負どころでクリア回りだよね。いやいや、もうことごとく打ったよね、勝負どころで。はい。いやいや、なんとか。まあ、いや、謙虚に喋って。いや、はい。なんか謙虚か。ちょっとパシーと言ったらな。いや、まあ、そうですね。はい。ちょっと。でも、去年の優勝でクリは何回目？2回目です。ああ、よかったね。はい。どう、最初に優勝した時と、はい、今回、まあ昨年とどうだった？まあ、その、1回目優勝した時は、まあ、正直自分ずっと試合出てましたし、もう無我夢中でやってたんで、おーっていう間にバーって優勝しちゃった。今年はベンチにいる時も、あ、去年はベンチにいる時もあって、割と戦況を見つめながら、自分の出番を測りながらっていうこともあったんで、まあじっくり、あ、優勝する時のこういう勝ち方、あ、こんな感じで勝つんだって。あ、こういうところで自分が打てば、その勝ち越しになって、勝ち切るんだとか、そういうふうにあったんで、まあすごく、今回の優勝の方が勉強にはなりましたね。いや、俺見ててさ、昨年の優勝はさ、なんかクリにとって、俺が勝手に感じたのよ。はい。若手にこいつらに優勝させたらなあかんっていうようなさ、はい、思いがものすごい伝わった打席が多かったんだよね。はい。そういうのあったね、まあ。まあでも、まあ必死やったと思うよ。はい。でも、優勝はそれとしたことがないメンバーが、うん、ほとんどじゃないですか。僕と関わる近所の方じゃないんで。まあ、そういう緊迫した中で、それでも結果を出す、うん。こういうところでこそ結果を出していかなあかんっていうのは、まあ、自分もお手本、見本にならなあかんと思いますし、まあ、そういうのを経験してほしいなと思いました。やっぱプレッシャーあったね。いや、プレッシャーありましたね。昨年は。プレッシャーありましたね。やっぱそうだろうな。はい。笑わなかったもんさ。いや、一切笑わなかったもんね。いや、打っても厳しい顔してたもんね。え、どうだった方がいいんですかね。いや、そんなことないけど、そんなことないけど、まあ、クリが笑えば女性ファンが喜ぶからですよ。そうですかね。いや、絶対そうだよ。でも、やっぱ、昨年は、もう打席の顔と、塁上に打ち終わって仕事が終わっても、同じ顔してたからさ、あ、これ、相当プレッシャーかかってやってんだっていうのは分かった。まあ、あと、やっぱ、打って、まだだって、あ、こいつ満足してんなと思われたら嫌じゃないですか。まあ、そうそうだね。やっぱ、まだまだ、ここじゃないぞ、今自分に言い聞かせる意味でも、まあでも、笑ってる方が楽しいですよね。まあまあ、そりゃそうだ。はい。ジャニーズのコンサート行って笑ってながら楽しくないですもんね。まあそうそう。ジャニーズ系なんだから。ね、ジャニーズより上行ってる。そんなことないです。かもわからないよ。いやいや。でもいい勉強したから、やっぱこう、
指導者とか、監督とか、やっぱそこら辺はやっぱ目指してほしいよね。まだ現役はずっと続けてほしいけど、だから40とか、そこまで行ってほしいけど、技術のある人見てて楽しいから、だからもっと長く続けてなきゃいけないんだけど、でも無我夢中で優勝した時、自分が少し裏に入って、勝負どころで、勝負しに行って優勝した優勝。いろんな優勝もあって、いろいろ経験できたの。やっぱ指導者になってるね。いやー。何が？いやー。何がだよ。いやー。難しいっすよ。いや、難しいけど、やっぱ経験からなるものって大きいじゃん。まあそうっすね。そんな経験ってなかなかいないわけだから。みんな無我夢中で。若い時に、なんか知らん間に優勝してたとか。そんなばっかりだった。じゃなくて裏、無我夢中で優勝したとき、ね、裏方で、まあ裏方って言ったら変だな、半分レギュラーみたいな形で、プレッシャーがかかって、絶対打たない監督に出されて、もうそこを成し遂げたわけだから、ね、まだまだ吹き込まないで、そうっすね、でも今年、やっぱ浅村が抜け、雄星がいなくなる。やっぱここで勝つか勝たないからね。いや、そうですね。やっぱそれプレッシャーかかってる。まあでも、これはプレッシャーっていうよりは、やっぱり、その中でも勝ちたいっていう前向きな方が強いですね。どう雰囲気は勝てそう？雰囲気はいいっすよ。いいよね。いいと思います。いや、見てていいと思う。勝つために、何を望むか、何をしなきゃいけないかっていうのはある？いやー、でも、まあ、まあ難しいですけど、まあやっぱり僕が今まで以上に数字を出すことがどんな立場をどんなあれを与えられても自分の最高の成績を出すっていうことをずっとできて最高の成績出せたら、まあもちろん浅村なんて思いますし、まあその下位打線、5番以降の打線も見れると思いますし、はい、OK です、ありがとうございました。で、と使うとバットが入るんですよ。ちょっとここを固めるような感じで、そしたら出てくるらしい。だからあの人の言ってることも分かんないんだけどさ、でもハマる人がいたらあれかなみたいな、こうじゃなくてここを意識してバッと回転するとスポーンと出るらしい。まあ明日でも次の時にちょっとインサイド投げてって、まあここだよな、結局ここを意識してと振るとなんかバットが速く走るらしい。俺は大体止めるタイプだからさ、回転というよりも来たと思ったらもうバットのグリップを抜く感じで打ってたから。その抜く感じの時って、右手で抜くんですか、左手で抜くんですか？右手で抜くんですか？なんで右手にこう力入らなかったんですか？いや、もう来たらここって決めてたから、グリップの位置を。あ、グリップの位置をここって決めるんですね。もうここって決めたらヘッドは絶対ここを通ってくる。だからまあ例えばか立って、まあ、白線があるよね、立ってステップするよね、ステップのかかとぐらいが意識にグリップを持ってくる。いや、そしたら肩の向く感じでシャーンと打てた。だから叩こうなんて俺思ってないから、だからこうやったらラインに出ようとしたから、だからここから肩のスパンとこっちに向く感じ、かかとのこうグリップが。そしたら遅れた時はファウルになってくるし、捉えた時には前とる。いや、こう合わそうとしてますよね。ああ、そうやったらファウルか接点がなくなるでしょ。つまらない。まず当たらない。そうやね。横じゃなくて。グリップをこっちに、そうする。ここに来たら、グリップをこっちにかかとくるように持っていく感じをこう打てます。そうそうそう。で、俺はしてる。インサイドはね。まあ、バッターってインサイドが手前から。これなんかもう外来ても何も怖くないでしょ。外はこうね、沈むボールだけちょっと警戒しておけば、そうですね。速いボールだったらファウルにされてもいいやみたいな感じでしょ。まあそうですね。こっちさえ意識させられへんかったら、まあある程度ぐらいまで打てるんじゃないか。あ、まあ当たるんじゃないか。いや、当たるっていうか打てるよね。最悪ファウルでも逃げれるもんな。
まあそういう形で俺はやってたけど、篠塚さんもこの背筋をピタッとパンと使うと、の早く回転ができたね。さっきも吉野さんと岡田さんバッティング聞いたんですけど、あ、いいっすよ。日高さんは膝はどんな感じでした？こっちの前の膝は膝は多少余裕がある。さっき意識的に余裕を持たせたんですか？うん、こう引っ張ったら打てないから。変化球の時は曲げればいいわけの話だけど、でもこれここに力がないとこうやって伸びてパワーを出すでしょ、はい、左右で、はい、でもあんまり伸びるのも好きじゃないんだけど、はい、このままだったら大丈夫で、そうで、センスですか、こう膝止まるのは。センスだと思う。だって意識はできないと思う。だいたい曲がってるでしょ、グリーンも。僕も曲がってるんですけど、そのまあ、より強く到達したときに、やっぱこう前の膝が、まあ、最終的にこうなるとしても、こうやって打つ人いるじゃないですか、最後に。打ったときこうなる人と。でも、だから意識的に、こう、打った後に割れるぐらい振らないと、止まってこないじゃないかって最後思ってるんですよ。でも、意識できないじゃないですか。どうやってやるんだ？これは、崩れたら終わりだと思ってる。井上さん、打ったらどうして出すタイプですか？こう、打ったら、はい、こうで。で、右足動きますよね、絶対。こう、まあ、それは動くよ、走り出すときは。そうなんですよ、やっぱ、突っ張っちゃうのが嫌で、こう、かけてるときって絶対こうなっちゃうんで、これでちょっと余裕があって、こう触れたら、大体のボールが当たるのにな。いや、当たるでしょ。そうっすよね。ここは残れば、うん、当たるわけです。いや、ただ30歳と今年36の外国としてはやっぱり体の力も違うし、膝の力も違うだろうし、だある程度やっぱ変わってくるよね、バッティングって。変わってますか？いろんなことを持っといたらいいよね。あ、例えばタイミングの取り方でもこう、ゆっくりたまにこうやって2段で取る、はい、それとか1つで取ってみたり、それとかもうちょっと足を開いておいて、もうすぐだから間に合わんとか、いろんなことを持っておいた。それゲームで実際やった方がいいんですかね？まあ練習でやって使えると思うから。そうなんですか。膝に余裕がなくなるんで、あれでこう2段にしたんですよ。だからおそらく杭はどっちかというとこっちに残そうとするから、ここでこう回ろうとするからすぐ膝が引っ張られるよ、はい、じゃなくてやっぱりこう入っていった方がいい。そうっすね、そうっすね、入っていくと膝は伸びない。で、俺はそこまで回さなかった。そこで止めてる。しんどくないですか？一瞬どういう。いや、止まらないとバットのヒットが走らないから、止まるところがない。だからそこで止めるの、そしたら顔も。そうですね。だからもう極端な話、もうこういう感じでティー打つときあったよね。体を回さない、バットのヘッドだけ。これが開く、これが上がると右肩がもう完全に開いちゃうから、それが嫌で、もうティーの時にこうやってティー打ったりとかしてた。それでインサイドはグリップをこっちに。そうそうそう。なるほどっすね。でも止める感覚と、こっちに入れたら絶対回りますもんね、体は。回るけど、できるだけ周りはバットのヘッドが走った後。極端に言ったら、そうそう、極端に言ったらそういう感じで、そういう感じ、ね、そういう感じ。そういう感じ。でも俺はやってる。でも振りは打てるから心配しないし、これからよく書く時代じゃなくて年じゃなくて、はい、完成に向かわなきゃいけない、はい、時だから。若い時はいろいろ試そうと思ってもいいけど、はい、でも栗の時になってくると、ね、完成目指すよ、はい、もう守備とか足はダメ、はい、だけど
バッティングに関しては、これはもう全部ついていけるっていうぐらいの完成品目指さないと。